2022年10月11日、イギリスのサイバー情報機関である政府通信本部 GCHQ トップのジェレミー・フレミング氏が、ウクライナへの侵略を始めてから7ヶ月が経過したロシア軍の弾薬在庫が底をつきつつあると指摘しているみたい。このことがロシア軍を劣勢に貶めた一因でもあるよな。極論、弾薬がないと戦えないしね。そうだね。さて今回は、ロシア軍の弾薬が枯渇状態にあると A 情報機関が伝えている件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。フレミング氏は11日の王立防衛安全保障研究所が開催した年次安全保障講演において講演し、ロシア軍は人的物的に大きな損害を被っていて消耗、弾薬や武器の備蓄が底をつきつつあり、このことがロシアのプーチン大統領の判断に大きな欠陥があることの証明であると述べているよ。講演では、ロシア軍の人的損害と装備面での損害が驚くほどに甚大であることを指摘し、現場のロシア軍指揮官は物資や弾薬の補給が滞っている原因が、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースから発射される GPS 精密誘導型 227mm ロケット砲弾や、長射程の GPS 精密誘導 155mm 榴弾砲弾 M982 エクスカリバーなどによる後方補給路の遮断や補給拠点砲撃などによるだけではなく、西側諸国の制裁の影響もあってロシア軍の軍需関連物資の備蓄そのものが枯渇しつつあるとしているみたい。また、不足している兵員の動員についても刑務所の囚人から募っているほか、軍隊経験のほとんどない一般市民を動員して満足に訓練をせずにウクライナの前線に送り出すなど、絶望的な状況であることを物語っているとして、プーチン大統領の判断が間違っていることを指摘し、その間違った判断を招いているのはプーチン政権内部で反対意見を申し立てる存在がないためと断じたんだ。そして、ロシア国民もプーチン大統領の指導が誤っていることを理解し始めているとして、そのことが部分的動員を拒否して国外に脱出する動きに結びついているとしているな。ロシアでは部分的動員令発令からこれまでに、招集される可能性のある男性20万人以上が、国外に脱出したと言われていて、さらに脱出希望者が後を絶たないというからね。ウクライナとは士気の高さが違うもんね。国のために戦おうとする国民なんて、ロシアには一握りだろうし。空路で国外に脱出できるのは裕福な一部の国民だけで、ほとんどは陸路で周辺国を目指しているのであるが、国内に在留するロシア人が増えることでそれを理由にウクライナのように侵略されることを懸念する旧ソ連の国々では、ロシア人の入国を拒絶する動きが出ており、そのことやインターネットへのアクセス制限などから、プーチン政権の誤りに国民が気づき始めているというぜ。フレミング氏はこのほか、ウクライナに展開しているロシア正規軍の士気が低下していることや、指揮統制の乱れなどにも言及した上で、末端のロシア兵が命令に従うことを、拒否する事例が増えていることについても指摘しているよ。ロシア軍の装備や弾薬が不足している問題については、先日話題となった。北朝鮮から榴弾砲弾などを購入するとの噂が立ったことや、イランから自爆攻撃用ドローンを購入するなど、西側諸国が課している制裁の影響で国内における新規製造が滞っていることが問題となっていると見られているね。また、弾薬不足は巡航ミサイルなどの精密誘導兵器にも及んでおり、製造に必要であるのにロシア国内で製造することができない半導体などの部品が、制裁によって輸入できないため新規製造ができないんだって。ロシア軍は2月から3月にかけての侵略開始当初には、ウクライナ各都市に対して、精密誘導型の弾道ミサイルや巡航ミサイルを盛んに撃ち込んでいたものが、4月以降は発射回数が減り精密誘導兵器の在庫がかなり減少したために控えていると見られていたよ。しかし、10月8日に発生したクリミア半島とロシア本土を結ぶケルチ海峡に架かるクリミア大橋の爆発を、ウクライナ側からの攻撃と断定した上で、10日から11日にかけてウクライナ全土に80発以上の、巡航ミサイルを報復として発射したため、ただでさえ少ないと指摘されていた、精密誘導ミサイルなどの在庫がさらに枯渇したのではないかとの指摘が出ているな。この報復はミサイルやイラクから購入したドローンなどによって実施されたが、ウクライナ軍の発表によれば飛翔してきたミサイルのうち43発を撃墜したほか、24機飛来した自爆攻撃型ドローンを13機撃墜したとされていて、ウクライナ側の被害は軽微ではないものの、ロシア側が期待したほどの戦果は上がっていないと見られ、むしろウクライナ国民におけるロシアに対する憎悪を増強させ、ウクライナを支援する西側諸国の結束を強めるなどの結果をもたらしただけで、ロシア国内へのプロパガンダとしても大した成果がなく、ただいたずらに貴重な精密誘導兵器の在庫を減らしただけと言われているぜ。しかしながら一方で、弾薬在庫に不安を抱えているのはウクライナに兵器弾薬を供与しているアメリカや、北
北大西洋スケ条約機構NATO加盟諸国も同様であるとの見方も生じているね。AFP が10月11日に配信したニュースによれば、これまで268億ドル約2兆4500億円以上の軍事支援を行ってきたアメリカにおける軍需品の備蓄量が、平時に計画している備蓄量の最低ラインに近づいていて、このままのペースでは近々一部の特殊な弾薬などを提供できなくなる可能性があるとして、アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所 CSIS が発信したことを報じているよ。アメリカでは1990年代に旧ソ連が崩壊して東西冷戦が終結したことを受けて国防費を削減したんだけど、そのことによってアメリカ国内の軍需産業が衰退し、兵器や弾薬の生産ラインが激減していたんだ。そこに来て、今回のロシアによるウクライナ侵略ではアメリカ軍が直接参戦していないものの、大国ロシアに対する戦争においては、想定以上の弾薬を消費することが判明したためにアメリカは急遽、兵器弾薬の増産をかけているんだけど、すぐに対応できるものは限られており、侵略開始前の在庫水準に戻るまでは数年かかる見通しとなっているよ。アメリカとしては太平洋において中国との摩擦が大きくなっている現状の中、弾薬在庫の枯渇は虎視眈々と台湾を狙う中国に対して隙を見せることにもなりかねず、また、このところ弾道ミサイル発射を連続して挑発を続けている北朝鮮に対しても、抑止力が薄れることが懸念され、アメリカ軍は頭を痛めているとの見方も出ているな。ウクライナに支援したことによって、自国の防衛がおろそかになったら笑えないもんね。とはいえ、アメリカの兵器弾薬の在庫管理は不測の事態発生を見越してのものであることから、ロシア軍ほど深刻な状況ではないとされており、それに比べてロシアのプーチン大統領は、今回の報復によってさらなる窮地に追い込まれたと指摘する声があるんだ。プーチン大統領は10月7日に70歳の誕生日を迎えたが、ウクライナに対する個人的な妄想から、周囲の反対を押し切って独断で開始した侵略戦争は思わぬ苦境を招き、ロシアの軍事大国神話も崩壊寸前となっている中で、威信をかけて完成させた。クリミア大橋が爆発によって一部が崩落するなど、22年前の大統領就任以降において最悪の誕生日だったのではないかとの声が上がっているよ。ウクライナに展開可能な地上軍の大半を投入して一時は首都キーウに迫ったものの、欧米の軍事支援を受けたウクライナ軍による猛烈な反攻作戦のために、東部戦線でのロシア軍はほぼ海藻状態での退却を強いられるなど、侵攻当初には想像もしなかったほどの大苦戦に陥っているからな。プーチン大統領がモスクワのクレムリンにおいて、約6割しか占領していない東部ドンバス地方のドネツク州、ルハンシク州や南部のヘルソン州、ザポリージャ州の4州が永遠にロシアになると宣言して併合した演説の翌日、10月1日にウクライナ軍はドンバス地方の鉄道輸送の要衝であるドネツク州リマンを奪還して解放したよ。クリミア大橋の報復として10月12日もウクライナへのミサイル攻撃が続いている中、東部、南部ではウクライナ軍が着実に進撃しており、4州を奪還され兵器や弾薬が枯渇して追い詰められた場合、プーチン大統領が核攻撃を決断する可能性が高いとの懸念が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。